気軽にした。さあ、やっていきます。今日やっていくのはこちら。クターの尺取り。Into the ground。これをやっていこう。まずはあらすじからかな。ほい。笑っているのか、泣いているのか、さっぱりわからないが、地底をうねうね動く脅威の無表情キャラクター。ドリルマシンやウニなどをかわしつつ、リンゴをゲットしよう。クリックしたままボタンを離すと、尺取りボンバー。尺取りボンバーじゃないとアイテムをゲットできないぞ。ほほ。上下の岩や障害物にぶつかってしまうとゲームオーバーだと。そういうことらしいですね。やってないか。やったか。やってないかな。やってないと思うんだけど、尺取りシリーズ。今まで2つやってきて、最後に残ってる尺取りシリーズだと、尺取りのゲームだと思うんだけど、尺取りクターだと思うのだけれども、海行ったやつと普通のやつ。これはどうかな。わからんな。一応ランキング見てみます。1位はね、アッキー2020ですね。2位がレブカ、3位がフェイムロブリーですね。あんまりなんかこう、どうだろうな、ランカーの名前は見かけないな。うん。そういう感じのゲームらしいですね。ノリアップ、ユナユニ、オヤビ、チラル。うん。あんまり他のゲームで聞かない名前が多い。というか他のゲームのランカーの方に手を出してない感じがする。やってみましょう。クターの尺取り、イントゥーザグラウンド。あ、ん？やってないか。やったか。やってないかな。どうかな。やったか。どうかな。あ、やってない気がする。やってない気がするな。よく今かわしたよ。なるほど。78尺だったっけ？ランキングのトップがさ。それ見て、そんなでもないかなと思ったんだけど。これ結構1位狙えるんじゃないかなと思ったけど。これもまた。70代はすごいかもしれんな。取っていかなきゃいいんじゃない？取っていかなきゃ。こういう感じ。うわお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 わわわ。よく避けた。よく避けましたよ。これって取っていけんのよ。いいんだろ。頭に岩が。これで10人か。まあ、でも、あんまりみんなコツつかんでないっぽいから、ちょっと頑張ったら10位以内は狙えそうな気がするな。めっちゃ溜めたからって。あー、ダメか。ダメだ。どうやって攻略していくかな。うわうわうまいこと避けられないあのドリル。てけていけ。よしよしよし。これあんまりこう、岩注目。いや、当たるね。分かってても当たるね。くっそー。なんか、この尺取りムーブがあんまり好きじゃないな。なんで弾け飛ぶんだ。ターン X か。さすがターン A のお兄さん。あうぎーぐいー。当たっちゃうな。ちょっとミスが出てます。これ何なんのかな。どうなってんのよくな。どうなってるかよく分からんけど。いや、もう全部食らったな。ここまで全部食らったな。あとはいいスコア叩き出しただけなんだけど、かなり眠たくて今言い訳させてもらうけれども、かなり眠たくて、やればやるほど多分どんどんスコア落ちていくと思うので、そのやればやるだけの分と運だね。運がどこまで俺に味方するか。これちょっと岩がちょっと気になる。パターン読めてさえしてみようかな。
しよし、ジュニアよ。これどうかな、上に当たってもダメなのね。オッケー。オッケーオッケー。わかりましたよ。上に当たっても、ちょっと一回もう一回確かめさせて、上に当たったらダメなのかどうか。大丈夫だね。上に当たっても大丈夫だね。あれ？さっきは、天井以外のものは何か、ぶつかったっぽいですね。そしたらね。よし。よし、まあ、よ。この上の岩がなぁ。うわぁ。ほぼスペースがね、終わりが見えないな。10位以内に入ったら終わりにしたいんだが。70とかすごいな、本当に。本当にすごいな。世論ではありま、ういー。やった。うわぁ。当たってるか？当たってるなぁ。眠たい。でもなかなか難しいと思うよ。これを楽しそうに見せるのは。ダメだ。頭がもう、やればやるほどスコアが落ちとる。眠たい。眠たいよ。こういうのじゃないかもしればよかったな。今の黄色いやつも取れたかな。取れてない気がするな。取れてない気がしますね。チャンチャラチャチャン。クリスタルっぽいやつ、あれ取った方が良いよ、良い気がしますね。こんなにやめてますよ。やるです。ここまで試合。起きたら動画あげるかも。さあ、これをラストにするか。はっは。やり込んじゃったよ。結局やり込んじゃったよ。こんなゲームを。結構だいぶコツもつかみましたよ。このウニが来ても動じないプレイング。金みたいなやつ、上から降ってくる金塊も、あれも地味に取れてますからね。まあまあ見ててくださいよ。こうやってのゲームはやっぱ成長するから面白いよね。ここでね、芋ったら死ぬってことに気づいたのね。後ろで待つと死にます。前でかわす。ここも、うまくかわす。よし、いいよ、いいよ、いいよ。石3連もかわす。いいよ、いいよ。ここがね、ちょっとね、いいよ、60まで来ましたね。これ最多スコアですね。まあ、いけ。よし。おいよー。ほう。うほう。ここが。ああ。買わせたか、今の。2位。どうだ？どうでしょう。ね、歴代の中ではかなりのいいスコアだと思います。いいスコアだと思います。いいスコアって、いいスコアだと思います。あと2個リンゴ取ってら。まあ、でも、やった方じゃない。これね、もうちょっと頑張れ。1位いけるな。どうする？ちょっと待ってください。考えます。考えるっていうか、待ってよ。ちょっと一旦止めます。はい、ちょっと戻ってきて、トップに戻ってきて、クターのシャクトリイントゥーザグラウンド。全国2位ですけど、76で全国2位ですね。これをちょっとこう、前月とかの記録を見ていきましょう。前月、76いけば1位いけたな。先月なら。高い雪104。ちょっと104は無理だな。月によっては1位が狙えるスコアか、76。ちょっとでも、ハリーちゃんとかいう人が6月に、2020年の6月にいいスコア、もっと高いスコア叩き出してる。表彰台、うおほほ。もしもセシルが目をつけてこのゲームをやったら、76とかいうカスなスコアで全然勝ってんぞ。やめとこ。2位止まりでいいや。2位止まりで。
最近トップランクがやってないだけで、76とか全然カスカスじゃねえか。1位は取れるかもしれん。やれば1位取れるかもしれんけど、そのスコアじゃ後で抜かされるっていうのかな。やめとこう。これ以上追うとね、これ以上走ると、走ったところで、仮初めの1位ということだな。深淵を垣間見てしまった。尺取りの深淵を見てしまったね。はい、ということで、クターの尺取りイントゥーザグラウンド、まあ、ランキングは76尺ですけれども、まあ、まあ、ようやった方でしょう。あれ以上や、まあ、いけそうだったけどね、その次とかも見てみたいけどね、興味ある人は自分でプレイしてみてください。結構ね、イモるよりは、後ろでイモるよりは前でかわすっていうことによって、前にぐんぐんいけるっていう感じかなと思います。シューティングゲーム好きな人はいいんじゃないでしょうか。グラディウスとかね、そういう感じですよね。ということで、ほな、また。別のゲームでお会いしましょう。